こんにちは。子供の頃、土曜日のお昼は白バイ野郎ジョン&パンチを見るのが楽しみだった国です。今日はですね、朝3時前に起きて碧南に行ってきました。名工にするかまた悩んだんですけど、碧南にして、で今回はいつもやる落とし込みではなく、最初まだ暗いので、電球機の流し釣りと、あとはみんながよくやっている水路のぶっ込みをやったんですけど、全くノーアタ、周りも全然釣れてない状態でした。で、朝日が昇ってからは夜明けと同時に、その2つの沢も閉まって、で、いつものヘチ釣りっていうか落とし込みやったんですけど、結局20センチオーバーのタケノコメバルのみでした。で、その時点でもう帰ろうかなと思ったんですけど、でも満潮でまだ潮も高かったので、確かその時7時15分ぐらいだったんですけど、そっからもう通勤ラッシュ覚悟で名古屋港まで1時間以上かけて移動してきました。で、名古屋港の方は全然期待してなかったんですけど、2回キビレっぽいあたりがあったんですけど、結構細かく探ったんですけど、結局何もない状態で帰ってきました。で、さっき帰ってきたんですけど、もう次の月曜日は一応久しぶりに全く釣果の聞いてない大阪の方に遠征することが決まってるので、でもまあ雨でちょっと渡船が出ないかもわかんないんで、中止になるかもわかんないですけど、もう早々にもうこのまま準備したいと思います。今回冬なのでそんなに荷物がいらないです。クーラーもこのちっちゃめのサイズで十分で、この中にドリンク少々と予備のエッサーと、あとはカッパ類を入れていく予定です。で、竿も少なめでいいので、このサイズのハードケースですね。ハードケースじゃないと行きの車だとか渡船の中で竿がダメージ受けたりするので、ハードケースは必須です。これが落とし込みベルトの一番下につけてるやつですね。エサ箱はこういう感じでアタッチメントで取り外しができるようになっています。まあ、二層式を使っております。で、次はこれ落とし込みってゴミが出るの5くずぐらいなんですけど、この糸くずを入れとくゴミ箱ですね。これ超便利です。で、あと冬場はよくちょいちょい測ってる水温計が付けてあります。で、保冷効果のあるドリンクホルダーと、で、これはライフセーバー、桜マーク付きのやつですね。で、これは仕掛け入れで、カリスだとか目印が入っています。こっちは天候グラスですね。タレックスのウィズグリーンです。で、これはもうちゃんと測る必要ない時に使う簡易的なメジャーです。あとタオルと、これが小物入れの中には、こっちにもハリスだとか目印、あとガン玉や針が入ってます。で、こっちが上につけてるベルト、さっき言ったプライヤーだとかサビサビティッシュグリップと、これは
まあ、大体40オーバーの時に測るメジャー、フィッシングメジャーですね。これは、これはもう、ライン切ったり、針外したりする、フォーセットシーザーですね。で、これがタモホルスター。でも、今度の月曜日、雨予報なんで、防水仕様のやつに変える予定です。で、これはさっきの、スマホホルダーに、落下防止のワイヤーが付けてあります。今度はあの大ちゃんの車に乗せてもらう予定なんで、あの大ちゃんの車汚さないようにと、持ち運びが便利なので、やっぱり防水のバッグに入れて大ちゃんの車に乗せたいと思います。とりあえずもう自分の車に乗せておきます。